公式トイック Listening and Reading 650プラスでどうだったのかっていうのをね、紹介したいかなと思います。解説ないんだけど、なぜ？で、音声に関しては始まりました、もちチャンネル。さあ、今回なんですけども、はい、出ましたね、公式トイック Listening and Reading 650プラスというですね、はい、650点プラスのやつ。まあ今までね、まあ800プラス、そして500プラスっていうのがね、発売されたんですけども、これの新しく真ん中ですよ、650です。はい、これが発売されました。なんで、まあ、昨日8月31日に出ておりますので、はい、もう早速ですね、やってみたんで、どうだったのかっていうのをね、紹介したいかなと思います。ですね、 YouTube ですね、新しくコース機能というのが始まりました。ここでお知らせでございますけども、まあ試しにちょっとやってみようということで、今ですね、いつも反省会ライブに出てくれている清田先生の、まあオンラインセミナーですねの模様をコースにしましたので、そちら販売開始いたしました。コース機能っていうのは買い切りの形です。もうそのコースの授業の動画をですね、はい、1回で買うっていうものになります。まあセミナーが990円のセミナーだったので、900円で販売ですね、990とかなかったんでになりますので、まあよかったら第1項目、無料で全部見れますので、20何分の動画、はい、コースで得た収益は全部清田さんに差し上げる所存でございます。はい、僕はまあちょっと編集しただけなんで、ぜひ、見てみてください。はい、それでは行きましょう。これは作りとしては同じですね、今までのパターンと同じなんですけど、まあ最初のセクションですね、パート別の対策、セクション1でパート別の対策っていうのがあります。まあ監修してる方も、TOEICのね、本書いてる方なので、普通にいろいろな対策本に載っていることが書かれています。はい、なんというか公式本だけど TOEIC を分析する側のコメントになってるよねっていう感じですね。で、普通にあの対策書いてあります。結構やっぱあのまとめられてるやつとかは役立つんじゃないかなと思いますね。最近の写真描写問題に出てくる表現とか、パート1のまとめてあったりとか、出題形式はこんなものがありますよっていうのがまとまってるので、まあ、ただすごく少ないです、書いてあるものは少ないんですが、そういった形になります。で、セクション2がまあメインになります。これは毎回そうなんですけどもこの600の壁ってまあよく言われるんですね。600点この初級者が超えるのは難しいよっていう風に言われるんですが、その600を超えるためにはこれできなきゃいけないよねっていうのがたくさん載ってるって感じです。あ、で、このですね、今回は見えるかな、筆頭問題って言ってですね、この的マークがついてます。で、これが600点、650とか目指す人だったらこれできなきゃいけないよねって言うんです。800は王冠マークがついてました、難しいやつで。500プラスは目のマーク、あの植物の目ですね、はい、これはできなきゃダメだよ、初級だよっていうのがついてました。で、今回はこの的射抜きマークがついています。で、これらをできなきゃいけないんだよっていう大事なものだよっていうのに、650レベルだよっていうのに印がついてます。で、パート1とパート2とかパート5っていうのは1問ずつじゃないですか。だから全部に的がついてます、このセクション2ではですね。全部できなきゃいけないよ、650レベルできなきゃいけないよっていう風になってます。で、それに対してパート3とか4、6、7っていうのは全部がそんなレベルになるわけないんですね。だから3、4だったら1セットにつき3問ついてるじゃないですか。その3問とも全部650点レベルなんてことは絶対ありえないし、パート6も4問あって、それが全部650点レベルなんてこともないし、パート7でもそうですね、2問つき、3問つき、4問つき、5問つきってありますけど、全てが650点レベルってことはないので、で、どれができなきゃいけない650点レベルですよっていうのに的がついてるって感じですね。それより下のレベルや上のレベルにはついてないっていう感じですね。まあ確かにパート5とか、まあそのそれぞれ単体を見ると、まあ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 そうですよねっていう感じです。はい、で、パート3、4とか6、7に関してはまあ1問とかそのセットの中で1問印がついてるっていうやつですね。で、そこの印がついてるやつですねの解説が書いてあるんだよね。そう、つまりこの問題をちゃんと答えられてねみたいなのはすごく詳しく書いてあるんだよね。たださ、他のやつさ解説ないんだけど、なぜ筆頭問題だけさすごい解説書いてあるけど、筆頭じゃないやつ訳しかないんだけど、それちょっと不親切じゃないっていう風に思ってます。もしかしたら見逃してるなんてことあるか。いや、ないと思うんだよね。もし見逃してたらすいません、筆頭以外の解説はここに書いてありますよとかってあったらお願いします。それはどうなのって思ったけど、だその筆頭問題に関してはすごく詳しいです。めちゃくちゃ解説詳しいんだけど、それ以外の解説がないからちょっと不便じゃないっていう風に思ったんで、筆頭問題ですけど、まあレベルという風になってるんだけど
けど、読んでる感じレベルというよりはこの問題を解けてほしいよっていうものについてる感じだから、そこの解説をしたい、この問題の形式の場合はこうやって解くんですよっていう解説をするためのところに印がついてる感じですね。だからレベルじゃなくてこの出題形式、この設問は解けてほしいですっていうところに印がついてるなっていう印象ですよ。347とかね見てると、だからなんというか本当にレベルかな、それよりは解説を中心に逆算されて作られてないかなっていうのが、はい、私の印象です。これまあぜひ他のやった方ですね、お知らせください、どうだろうっていうですね、僕はそうなんじゃないかなとちょっとやりながら思った。でセクション3に関しては模試です。はい、完全に模試となっておりますので、ここは別になんかレベルを意識しているものではないですね。で今の公開テストの方がまあちょっと難しいなという印象を受けました。でただやっぱパート5の問題とか見てても、あやっぱもう過去に出たことあるポイントばっかりですね、はい、あー出た出た、これも出た、はいこれも出題されましたみたいなのが載ってたんで、まあそれはいいかなと思いますね。で音声 CD ついてますから CD ロムです。普通の CD では聞けませんので、それ間違えないように気をつけてください。CD プレイヤーに入れたところでかかりません。なんでダウンロードですね、 MP3 とかダウンロードすることをお勧めします。 ABC ドでですねできますんで、 ABC ドのアプリ入れてると思うんですけど、多くの方は650プラスも入ってますんで音声無料で、ちゃんと聞くことできます。 Part 1Sample question. で音声に関してはまたあれだよね、なんか必修問題のところ と模試のところで違う人たち出てくるよね。多分模試のところは最近の人、最近でもいろんな人出てきてるからね、なんとか言えないんですけど、でセクション2は偏りがすごくない、なんかこの人担当めっちゃ多くないみたいなになった印象です。皆さん聞いたらそう思わないかもしれないですけど、前のナレーションの人たちだよねこのセクション2、これ過去問なのかなって思ってるんですけど、だからで後ろの方に出てくるのは新しい、その模試のやつでは新しい人たちも出てくる、あもちろんセクション2にもいろんな人は出てるんですけど、という感じでまあ一応は様々な音声が聞けるという感じですね。はい、見た感じなんでまあ ABC を使ってね、はいぜひともそれやってもらえればいいかなと思います。なんでちょっと解説がもうちょっと親切になってたらいいなという印象。500プラスの時はさ全部に解説あった気がするんだよね、セクション2だよね、違った、なんか偏りあるななんて思わなかったからさ、あ800プラスも難問にしか解説ついてなかった、あなるほど、はいはいはい、はい、そういう仕上がりですね。はい、なんでそこがちょっとなーって思います。だから教材として誰かがいて内容を教えてくれるとか解き方を教えてくれるとかだったらいいけどっていう感じかな。そうじゃないとなかなか難しいんじゃないかなという印象ですね。はい、もう買われた方、ぜひ感想を聞かせください。そしてこれから買う方はですね、今のことをちょっと参考にしていただきまして、買うかどうかを選んでいただければなと思います。まあ解く前には解く好きの人はもう後ろのね模試をやるだけでもまあ価値がありますし、解説の載ってないところも多分ねすぐに理解できると思うので、上のレベルの人たちにはおすすめかなと思いますが、600いかない人たちはどうなんだろうね、その全問に解説がないっていうのはって感じかな。はい、それがちょっと疑問に思ったところだと思います。はい、皆さんのご意見お待ちしております。はい、でこちらですね、どういう感じなのかですね、10分以上のその第1項は無料で出ていますのでコースですね、そちらもぜひご覧ください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.